今回はね、大阪オートメッセ2023の、モデリスタのブースでね、新型、プリウスの、モデリスタエアロの、ついた車両が2台ね展示されていたので、今回はね、それを動画撮ってきましたので、ご紹介、していきたいと思います。でまずね、今回新型プリウスモデリスタのエアロがついた、車が2台展示されておりました。でまずね、一個一個、ご紹介していきたいんですけど、まずね、じゃあ、こちらからネオアドバンススタイルというね、モデリスタキットの、装着されたプリウスの方からご紹介したいと思います。でまずね、こちらのネオアドバンススタイルっていうね、パッケージの中身なんですけど、まず一つがね、ネオアドバンススタイル5点セットっていうのがあります。こちら中身がフロントスポイラーとサイドスカート、そしてサイドガーニッシュ、リアスタイリングキットとシグネチャーイルミ、この5点ですね。で次に19インチのアルミホイルセットですね、はい、こちらが4本ついていると。でこちらのセキュリティロックナットセットですね、はい、がついた内容となっております。じゃあまずね、一つ一つフロントの方から見ていきたいと思います。まずね、はい、フロント、このような形となっております。どうでしょうか、まあ、このような感じになってるんですけど、じゃあまずね、エアロ一つ一つ見ていきたいと思います。まずね、このフロントスポイラーですね、はい、このような感じとなっております。左右にね、この、ライトがあって、スポイラーが、ついているといった形になります。でこちらは、まあ、フロア下の空気の整流を考慮しているということで、しっかりとね、整流効果も、考えられて作られているという形になります。まあ、結構かっこいいですよね、うん、なんかライトの形状がシャープでいいなと思います。で、同じくフロントでね、この、シグネチャーイルミですね、この青いライトのことを言いますね、はい、こちらも装着されているということで、まあ、実写見るとちょっと水色というかね、そういう類の色でしたね。三角の形状になっていて、まあ、これもいいアクセントになって、うん、画像で見るとあんまりかなって思うかもしれないんですけど、意外と結構まあ、実写を見ると馴染んでるなっていうのはありましたね。まあ、なかなか、まあ、もともとね、新型プリウスはなかなかもうシャープなデザインになってきたので、まあ、こういうね、ちょっと先進的というか、まあ、斬新的なデザインっていうのはすごく合ってるなとは思いましたね。はい、で次にサイドの方回っていきたいと思います。サイドの方がね、このサイドスカートとこのメッキだったかな、シルバーの加色された確かガーニッシュが、装着されたものとなっておりますということで、まあこちらもね、なんかまあつけるとやっぱり車高が低く見えて、よりなんて言うんだろう、低重心というかね、うん、スポーティーな感じに仕上がっていて、そこにまあちょいアクセントとしてこのサイドガーニッシュっていうのが装着されていて、まあすごく合ってるなというか、まあそんなに派手すぎないというか、そういった印象を受けましたね。まあ、こちらもすごくスポーティーでダイナミックな、まあ、印象だなと思いました。まあ、そしてホイールなんですけど、こちらもモデリスタのホイールとなっていて、まあ、ブラック塗装の、まあ、デザイン的に各所に切削されたデザインとなっているということで、まあ、センターロックはね、モデリスタの、エンブレムが入っていて、このセキュリティのセンターロックナットも、ついているということですね。まあ、こちらも結構まあ、今で言うと結構王道的なね、この切削塗装されたブラックのホイールなんですけど、結構この車自体にも合っていて、うん、すごくかっこいいなと思いました。まあ、そんなにね、ブレーキの方が強調されてないっていうのがあって、まあ、タイヤのホイールのね、面積は大きめなんですけど、うん、それはそれで全然ありかなと。はい。しっくりきているなとは思いましたね。まあ、実車はやっぱりかっこよかったです。はい。で、リアも同じですね。次にリアの方回っていきたいと思います。まあ、リアがね、主に、バンパーとマフラーあたりかな、ですね。で、こういった形状になっていて、まあ、マフラーをちょっと意識したデザインになってて、サイドにシルバーの加色がされたパーツが、ついているといった感じですかね。まあしっかりね、フロア下の空気の整流も考えていて、まあ若干ですけど、ディフューザー形状になっているといった形です。まあシルバーというかは、なんて言うんだろうな、黒のメタリックペイントみたいな感じですね。それはサイドスカートも確か一緒でしたね。まあ、シルバーというよりかは、ちょっと黒めの、塗装だった気がします。まあこれもかなりスポーティーにはなってましたね。はい。まあガソリン車らしいバンパーの形状になっているかなと。いった感じで結構かっこよかったです、やっぱり。まあ、新型プリウス自体がね、結構もう後ろも
かなりもう先進的になっているので、馴染んでいましたね。はい、こういった風になっております。ネオアドバンススタイルはね、こういった中身になっております。まあライトが多めかな、こう見るとね。ちょっとライトが増えて、ちょっとダイナミックさというかね、スポーティーさというか、派手さが増えましたね。このエアロをつけることによって。でも そこまでめちゃくちゃ派手ってわけでもなくて、すごく引き締まって見えるなと思いました。じゃあ次にね、エレガントアイススタイルという方を見ていきたいと思います。このような、スタイリングとなっております。中身としては、まずね、エレガントアイススタイル。こちらがフロントスポイラーとサイドスカート、リアスタイリングキットとなっております。で、次にクールシャインキットっていうのも入ってまして、こちらがヘッドライトガーニッシュ、サイドドアガーニッシュ、ドアハンドルガーニッシュ。アクセントがね、ちょっとついていますね。で、同じく19インチのアルミホイールがついていて、こちらもね、セキュリティロックナッツセットもついておるという内容となっております。はい、じゃあ、フロントからね、見ていきたいと思います。まあ、フロントのモデリスタエアロのパーツとしては、まずね、フロントスポイラーですね。このような形となっております。こちらはちょっと デザイン自体はね、ちょっと控えめですけど、シルバーのね、加色のされたパーツが、結構大胆に入っているっていう印象ですね。まあ、こちらどっちかっていうと、まあ高級感というかね、上質的なデザインなのかなっていうのがコンセプトっぽいので、まあこういった形になっております。このライトの横ですね。こちらが確かヘッドライトガーニッシュですね。こちらもそのライトの横に、シルバーの加色のされたパーツが付けられているということで、まあこれ付けることによってね、まあだいぶ結構実写でも印象は、変わりましたし、まあ結構ね、これつけるつけないっていう人は分かれると思うんですけど、つけてる分にも結構違和感はなく、合ってるなとは思いましたね。はい。実写見た感じでは。で、じゃあ次にサイド見ていきたいと思います。サイドはね、そこのサイドスカートとこのような形になってますね。まあしっかりとね、デザインされていて、なんか凹凸もありって感じで、結構かっこいいなと思いました。で、その上に、このサイドスカートのガーニッシュですね。こちらも、シルバーの加色化された、直線状の、まあ、ちょっとね、カーブ状になっているラインが入ってますね。これもあるのとないのとではね、だいぶ印象が変わるなとは思いましたね。で、こちらの、ドアハンドルの方も、シルバーの加色化されていますね。結構メルセデスとかだとね、多い印象がありますけど、まあ、これね、結構高級感が、出ているなと。いう印象を受けました。やっぱりシルバー加色が多いと結構ね、そういうところは上質的だなっていうのは、上がってきますよね。まあ、こんな感じとなっております。で、ホイールなんですけど、こちらも同じく19インチのホイールとなってます。でこちらはね、結構シルバー、まあ、全面シルバーといった感じで、デザイン自体はすごく、まあ、似てるんですけど、こちらは、どっちかというと黒よりかはシルバーメイン。もうほぼほぼシルバーと。って感じになって、まあ、同じくモデリスタの、エンブレムのキャップがついてて、セキュリティロックナットもついてるといった内容になっております。はい、サイドはこんな感じになっております。じゃあ次、リア見ていきたいと思います。はい、リアなんですけど、はい、こういった形となっております。まあ、パッと見はね、そんなに変わんないんですけど、よく見るとね、しっかりと、変わっていて、こういう風にね、このような形状になっていて、まあ、ここもね、しっかり結構大きくね、シルバーの加色がされたパーツがね、一直線にバッと入っていて、こっちはね、どっちかというとディフューザー形状は結構少ない方だったかなといった印象ですね。で、でも若干ですけど、マフラーの形状は再現されていたりといった感じで、こちらもまあまあ、その控えめ。そのさっきのに比べるとだいぶ控えめなんですけど、その分ね、その高級感というか上質感というのが一番あるなといった印象ですね。はい。やっぱりシルバーのこのギラギラ感というのが、まあ、そういうところを象徴しているのかなとは思います。で、リアはこんな感じですね。一応ね、まあ、純正もあったんで、一応写真は撮ったんですけど、まあ、純正がこんな感じになっていて、こっちがね、ネオアドバンススタイルとなっております。まあやっぱりね、全然違いますよね、こう見るとね。
ライトが増えたりホイールもあったりとかで、まあ、だいぶ印象はやっぱり変わりますね。すごくかっこいいなと思います。で逆にこのエレガントアイススタイプっていうのはやっぱり、まあ、高級感というかこのシルバーの加色が増えていることによって、まあ、上質感というかねそういった面が強調されているなとは思いましたね。まあ、結構このスポーティーさっていうのと、まあ、この高級感っていうのは結構ね好みが分かれるので、うん、でもねどちらも実写はすごく似合っているというか、うん、違和感なくてすごくかっこいいなと思いました。ということでね以上、新型プリウスのねモデリスタキットが、装着されていた車が展示されていたので行ってきたんですがいかがだったでしょうか。皆さんはねどちらの方が好みでしょうか。僕はねやっぱり、スポーティーさというかまあダイナミックさっていうかなそういう派手な方がやっぱり好きなんで僕はネオアドバンススタイルの方が、好みかなといったところですね。まあ皆さんね、新型プリウス契約される方でね、モデリスタエアロつける方、つけようと思っている方はね、ぜひ参考になれば、幸いでございます。それでは今日は動画の方終わりたいと思います。チャンネル登録とね、動画の、グッドボタンの方ぜひよろしくお願いいたします。ではでは。